甲州市、甲州市、甲州、マイナス市は、中華人民共和国関東省に位置する、副省旧市で、関東省人民政府が置かれる省と、関東省のみならず、河南地域全体の経済、文化、教育、交通などの中心都市の一つであり、国務院により、の一つに指定されている。2010年の常住人口は1、270万人。 市内総生産は1兆604億元、約13兆円であり、昔から羊城と愛称され、花城、補城の名もあり、ほ、と略称される。地下鉄、高速道路網が発達している。一般に、北京市、上海市と共に、中国本土の三大都市の一つに数えられる。また、新鮮市を含めた四都市は、一千都市に分類されており、 北上広志心として4大都市に数えられることもある。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界71位の都市と評価された。中国本土では北京市、上海市に次ぐ3位である。古代の百越の地、旗の市皇帝が中国を統一して現在の広州に南海軍番具圏を設置したのが始まり。 旗帝国の崩壊後、張卓が南越国を樹立して自立したが、全漢の武帝によって滅ぼされた。関内には公衆に属し、三国語が公衆を分治した。古代から中国の南海貿易の中心地として発展し、東大半ばの741年には最初の四白紙が設置され、多数のイスラム教徒やユダヤ人やゾロアスター教徒が訪れ、 外国人居留区であるシュベルボーも置かれたが、アブルザイドの東方史によると878年の公衆大虐殺でコミュニティが消滅した。東松の高層の乱に際して襲撃を受けて多大な打撃を受けたが復興し、五代十国時代には南韓王国の首都となった。解禁政策を取った秋代でも公衆は南海諸国の徴工船入港地となり、 新大半ばの1757年からは、甲州のみが対外解放されて、欧米諸国と関東貿易が行われた。この構図は近代に入り、西欧列強の圧力に屈するまで続く。アヘン戦争中の1841年には一時、イギリス軍に占領され、1911年には、孫文が甲州放棄を行い、侵害革命の先駆けとなった。 県政外の没落後、孫文は1921年に古史修山南禄で非常、次期大総統に就任た。1924年には、軍閥割拠の中国を統一するため国境合作を行い、候補軍艦学校を設立、小介石が校長となり、周恩来が政治部主任を務めた。この時期には、毛沢東も、農民運動講習会をこの地で開催している。 孫文没後、小介析の国民党は共産党と決裂し、1927年共産党は公衆コミューンを樹立したが、間もなく国民党軍の攻撃を受けた公衆企議。小介析は1928年に首都南京に移転している。1938年に本軍が占領。終戦まで占領状態が維持される。 中華人民共和国成立後も香港に近い、甲州は中国の対外貿易港として機能し、毎年春秋には甲州公易会、関東フェアが開催され続けている。1979年、東昌平が対外経済解放政策をとると、主海の経済特区を経済圏に収める甲州は経済的に急速に発展を遂げた。しかし、 多数の人口が農村から流入し、治安の悪化が社会問題となっている。甲州はマ江デルタ地帯の北部、西へ、北港、上がりへの合流地点に位置する港湾都市である。海からは古門を入り、市子洋を遡る。隣接する行政市は、富津山市、トンガン市、中山市、新園市、慶州市である。中国の帰国分による南。 亜熱帯海洋性気風気候であり、年間平均気温は摂氏22.4度、最も暑い7月の平均気温は摂氏28.9度、最も寒い1月の平均気温は13.9度である。年間降水量は1801.4ミ、mm、リメートルであり、年間日照時間は1538.8時間である。最高気温局地は摂氏39.1度。 最低気温局地は、摂氏0度。11区を管轄する。2005年に、東山区、星州区へ編入、吉村区、令和区へ編入を廃止するとともに、南作、津波陰区を新設した、10区西の総数に変化はない。同時に一部の区において、境界線も変更された。二千十四年二月十二日、港北、津波影区を廃止するとともに、 江北を新設した、研究市重化し、増上市を廃止、重閣、増上区を新設した。今回の行政区域を調整した後、江州市の行政区域の面積は、上海市を超え、中国で一番広い都市になった。江州市の2012年の市内総生産は1兆2303億元であり、上海市、北京市に次ぎ、中国大陸で3位の都市である。 特別行政区である香港と密接な貿易関係にある広州市はなどともに中国では比較的裕福な地域である。食は広州にありと言われる関東料理の中心地。香港の方が宣伝されているかもしれないが、歴史的には広州が本場である。朝などに天心を食べながら喫茶するやむちゃの習慣がある。現在は 中国各地の料理店も林立しており、ハンバーガー、フライドチキン、ピザなどの欧米系ファストフード店や、コーヒーショップ、香港風の茶山町、回転寿司店なども多い。共通語である普通話も通用しないわけではないが、関東語仕様の中心地であり、広州方言、広州話、広府話は、関東語の標準として扱われる。 中国国内の他の地域と同様に反対時を用いるが、香港の影響を受けて、一部で反対時を用いようとする傾向が強い。関東語を話す、地元住民の間で普通話に対する反発が広がっており、1997年の中国への返還以後休息に、標準語の普及が進む香港でも同様の反発が起こっている。ただし、杭州市自体が、 移住制限を設けていないため、多少からの移住者が実質しない人口の約半数を占めるうになり、普通話しか話せないものが増加の一途をたどっている。上海語の事例同様、普通話一辺倒での教育により、両親が関東語話者でも子供は普通話しか話せないケースが増えている。それに対し、学校教育側で関東語の時間を設けるなどし、 広東語離れに歯止めをかけようと試みている。2010年7月25日には、広東語用語を求める抗議集会が開かれ、広東語を話す地元住民2000人以上が参加。8月1日には、甲州と香港で、ほぼ同時に、広東語用語を求める住民デモが行われたが、どちらも警察隊によって解散させられた。詳しくは、広東語の項を参照。 関東語による伝統劇、越劇が伝えられている。関東語による現代話劇も演じられることがある。2006年レスリング世界選手権第49回世界卓球選手権団体戦2008年が開催された。2010年11月12日から11月27日までアジア競技大会が開催された。甲州市を本拠地とする スポーツチームには次のものがある。所属リーグは2012年時点のもの。羊城八景は、甲州市の中で著名な八景観を指したもので、2002年に選ばれた新八景は以下の通り。甲州は以下の都市と姉妹都市である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。